1061。今日の朝一の体重が1058、はい、昨日の朝一が1054だからちょっとだけ気持ちいい。じゃあこの上に乗っけて、こっち向けて、はい、顔からいきますね。はい、じゃあね、顔見して。ごめんね、トントン。一緒ぐらいだけど白っぽいですよね。はい、今度重さありますね。まだ上がってるよな、何かここは。はい、よく見て。ごめんね。じゃあ VD、はい、ここにこうやってね、はい、1、2、3、はい、1つを5つぐらい、はい、7つぐらいかな。そうね、3、4、5、6、7、7個分ぐらい手についちゃった。まず7個。まあまあだよね、7個ぐらいあれば。そうですね。今朝もすごい来てたんで、まあ、ここにあること自体は決していいことではないんだけど、この子がここにないとなると、そうですね、なんか心配ですよね。いつもと違う。そうそう。はい、じゃあ普通の体勢ですね。はい、じゃあ光線照射持ってきてください。100のサンプル、大きい方は真ん中に、この辺、ここに腫瘍があるからここに当ててください。で、もう一個は外して、口、目隠しして口と胸を中ね、全体に当ててね。はい、目隠しお願いします。腫瘍には隠してやると。まあ、あとは一緒、チムシー10食べてます。昨日食べてますね。チムシー中でバリバリは食べなかったんですか。バリバリは1、プレットは0、はい、で給餌は 9g 3回、はい、昨日で50個ぐらい出るのに。そうですね、だいたい1週間でこのぐらいずつ体重が60ずつ減ってますよ。減ってきてるんで、ここは43で、ここは58で。大きいよね。なんかそれを思うと、大体どうなるかっていうの。大きいですね、50は、この子の。そうですよね。この子の50ってさ、僕らの1キロよりも大きいもんね。そうですね。割合から言ったら。4.5kg 分だよね。50で2-3kg 減ったことになりますね。1360kg で合わせ
やっぱりそんだけ消耗するんだよね。それと多分お腹の中のあっちに取られてるんですよ。腫瘍ね。そう、一生懸命栄養やるでしょ。それがさ、この子の体心配でそっちに行っちゃうと言ってね、人間とかさ、犬や猫だったらさ、腫瘍の好きなものって炭水化物なんですよ。そうなんですか。そう。と、そう、炭水化物とが大好き。で、タンパク質と脂肪はあんまり栄養源にならないの。だけど、じゃあ高タンパク、高脂肪のものやりゃいいってことないけど、思ったらそういうわけにいかんからさ、高タンパク、高脂肪のものなんてやれない。余計腸内細菌数が崩れて、余計おかしくなっちゃうからさ。雑食の子だったらね、例えばハムスターで腫瘍ができてる子だったら、高タンパクで例えばささみとか豆腐とかやってとかね、あの、高脂肪で何ひまわりの種とかさ、そういうナッツ類やってとかってなるんですが、ちょっと難しいよね。ナッツ類はモルモットのなんかおやつ的なものは売ってたような気がして、もうこの年では食べないかもしれない。ナッツだけ試してみます一回。うん、ちょっとあれ。そう、たくさんやっちゃってますよ。もし仮に食べたとしても、腸内細菌数が崩れちゃうか。ごめん、もうちょっとやって。こっちの準備。はい。ナッツぐらいかな。はい、じゃあ止めてください。はい、離して。